はい、それでお金を入れてお好みの設定に変更できます、はい、よろしければミディアムレアを入れて、まあ、食べやすいようにこちらで一応基本的にはカットさせてお出しさせていただいてるんですけども、お好みで、まあ、カットなしという形です。はい、はい、じゃあカットありで、はい、よろしくお願いします。でこれでいいですね。で、はい、はい、現中です。ディナーの時間に関しましては、ライスとサラダがプラス280円でおかわりという。あ、じゃあぜひ、じゃあこれもつけます。はい、現中です。はい、で、これでいいですね。はい。券とお金をお取りください。どうも、あっちです。東京食レポ、2軒目はですね、ちょっとね、美味しいお肉食べたいと思って、こちらのお店に来ています。はい、ということでステーキハンバーグかけるさんに、来ています。今回ね、ランチではないんですけど、ディナーで、来ています。で今回はですね、ちょっとね、大きいお肉をね、がっつり食べたいという願望がありまして、1ポンドステーキ、頼んでみました。まあ、1ポンドでもいろいろな種類があるということだったんですが、プレミアムチャックアイステーキ1ポンド、を頼みました。今日はこちらでお肉がっつり食べていきたいと思います。はい、ということで早速来ました。まずは何もつけないで食べてみます。お肉がしっかりね、赤身が残っているので、肉の旨味がね、噛めば噛むほど、ね、出てくるんですけど、もうこのね、何もつけなくても、塩コショウだけでめちゃくちゃ美味しいですね。調味料あるんですけど、もう結構ね、いろいろ楽しめるようになってますね。まあ、塩とかですね。こちらはガーリックオイルとか、フライドガーリックがあったりとかして楽しめます。あと一番のおすすめはですね、一番のおすすめということで、まあ、タケルのね、玉ねぎベースのソース、これをつけてね、食べるのがおすすめということなので、これをつけて食べてみたいと思います。玉ねぎのね、旨味がね、ぎゅっと詰まったソースで、これつけると、まあ美味しいですけど、この肉がね、しっかりあっさりしたというか、肉の味わいがとてもすっきりして、このソースいいですね。やみつきフライドガーリックかけてみたいと思います。Thanks for you.
ガーリックチップめちゃくちゃカリカリでステーキに合いますね。すいません、はい、おかわりもらって、はい、サイズが大中小ございます。じゃあガイド、ガイド、ガイド、味変がすごいできるので、こんだけ肉あってもね、120% 楽しめます。このスープ、あっさりしてていいですね。食いました、うまかった。はい、ということでステーキハンバーグタケルの1ポンドステーキ食べてきました。いやね、噛めば噛むほどね、あのミディアムレアの肉のね旨味が出てくる、そんなステーキでしたね。あと味変ができるので最初ちょっと1ポンド多いかなと思ったんですけど、全然飽きずに最後までステーキ楽しむことができました。タケルソースめちゃくちゃうまいですね。ぜひですね、東京の秋葉原にありますステーキハンバーグたけるさん、ぜひお近くの寄りの際には来てみてください。以上、あっちでした。あっち TV をご覧いただきありがとうございます。この動画を見て自分も作ってみたい、食べてみたい、やってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、コメントの方もお待ちしております。今後もどんどん動画を配信していく予定ですので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、Twitter、Facebook、Instagram などでも情報を発信していきたいと思っていますので、そちらの方もご覧いただければと思います。よろしくお願いします。